っこいいわ。どうですか、ちょっと見てください。待ってください、こっち見て。まずとりあえず感想いかばつい。はいはい、決して、はい、自分のペースを乱さないように、はい、安全運転、はい、心がける。あのこれ車検出したばっかなんですけど大丈夫ですか。車検出したばっかなんですけど逆に安心だよ。逆に安心なんですか。わかりました。じゃあ俺が先導するので、はい、ちょっと怖いなと思ったら、はい、止まって、はい、クラクション鳴らして、はい、坂井雅人の顔をしろ。わかりました。またはい、行きます。はい、怖っ。怖い。すでにオフロード。でも、どうだ、どっかぶつかってる感じがする。ガタン来ましたね。ガタンっていうのはその、はい。バコンじゃないだろ。バコンじゃないです。ガタンは来る人はガタガタの道だから、はい。うん。まだこれはまだ序の口ですか。まあそうだな。ゆっくり走れば。はい。うん。わかりました。同じ道じゃん。まあ俺もなるべくお前に合わせ、はい、通りやすいところを通ってるんだが。はい。うん。まあいいぞ、今みたいにクラクションならしいぞ。わかりました。うん。どうす。ああ、そっか、はい、壊すなよ、はい、壊さないように、はい、ゆっくり行ってみよう。おお、いいぞ松井、あるといいじゃないか。U ターン、U ターン、また U ターンしろ。もっと向こう、もっと向こう。ゆっくり行け、ゆっくり。ここ入るか。アルトでも行ける。ラインをデリカで行ってもらって、後つけようかな。おい、松井、何勝手に終わってんだ。おい、なんで勝手にやめてるんだ、お前は。ビビったのか。え、これから、エリカスペースギアという車が、はい、お前は先導してくれるから、その後ついてけ、はいはい。危ないから車近づかないでね。
おい、道選べ、道を。ゆっくり行けよ。じゃあ、デリカさん、お願いします。前に AB64 を引っ張ってくれたデリカ。バルトで、行っても壊れないけど、激しく見える道を今、ラインを先導してくれている。そこはハルトで行く。あ、行ける行ける。まっすぐどうだ。まずいあるじゃないか。いいぞ松井、かっこいいぞ。あるとやるな。全然余裕じゃないか。ちょっと待って。下すってるな。前から押すから。前から押すから、そのラインはダメだ。下がればいいか。うん、下がれる。下がってみ、バック。下がります。ゆっくりゆっくりゆっくり、あんまりません。ゆっくりゆっくり。四駆。バックの方がいいと思う。それ以上また吸っちゃうから。せーの。ゆっくりバック、まずゆっくりバック。いいぞ。そのままゆっくり下がれ、下まで下がれ、はい、今行けなかったのは海が足りないからいや、そこをじゃあ今度そっち側に、そっちに逃げればこれ行けるから。 OK。 そうそう、そこに横に逃げる感じで行けるぞ、そこなら行けるぞ。うわ、何うわだよ。キャンバーどうですかね。でも低いから重心。あずい楽しんでるか。楽しいよ。え、楽しいよ。楽しんでる。だからまあ、ああの人がライン先導してくれるから、ちょっとライン転ばないラインで、はい、マジで転ばないラインで、はい。お願いします。はい。いや、あのね、コブは避けた方がいいと思う。コブ行くと引っかかったら、なるべくサコターの乗り方と一緒。コブを避ける。オッケー。ゆっくり行け、ゆっくりだ。あの、そこからこっちから来たらダメ。ゆっくりゆっくり。いや、ゆっくり前。左に入ったことないって。熱い。で、ゆっくり、ちょっと首寄せるかもよ。熱い、オートマだろ、はい、あんまりアクセル踏まなくていいぞ、はい、で、キャンバーこっち行かした方がいいですか。いや、こっちの方が無難な方がいいかもしれない。そう怖いから、ちょっと前行ってバックした方がいいから、もうちょっと前、もうちょっと前。引くなよお前、引くなよ、はい、絶対引くなよ。で、ハンドル逆に切ってバック。で、こっちから引かしてあげようかな。オッケーオッケーオッケー、そんなもん、はい、お前なんちゅう顔して運転してんだよ。怖いのか。酔ってんじゃねえか。あれ、これ4駆なの。 4WD。 ちょっとバック使うの方がいい。持たなくて大丈夫。ちょっと一緒やればいい。それそれ
おい、行ったぞ。どうだ、松井。クリアしたぞ、クリア。怖いよ。でも今のどう、達成感ない、怖いよ、とりあえず。そうか、そうか。いや、こっちいいよ、まだ。あるとも十分遊べるな、これ。はい、ありがとうございます。よく行ったな。ありがとうございます。どうですか、アルト。え、アルト、もうやろうと思えばやれんじゃないですか。遊べますね。ねえ。やっぱり鈴木の4クラだけありますね。いや、関係ねえんじゃないかな。車の作りは違うからな。はい、行っちゃったぞ。ゆっくり行け、お前。松井、ゆっくり行け。合わせなくていいぞ。大丈夫？ちょっとバシャンって言ったらサムネに使えるかも。いいよ、松井。本当はお前怖くねえだろ、はい、本当はもう楽しんでんだろ。ちょっと楽しい。ちょっと待って、ストップストップ。デリカが行ったぞ。またあ、またそこ、お前同じだぞ。こっち来ないと。こっち来て。あ、そっち行く。あ、いいよ、好きに選びな。あぶらあぶらあぶら。始まった。攻めるな攻めるな、おい、攻めるじゃないか、松井。かっこいいよ。大変なことになってます。え、前がおう、どれ、前がどうなってる。前がうんこみたいになってるんですけど。ああ、うんこいっぱいついてますよ。ワイパーしたよ、ワイパー。オシャ、あはははは、オシャ出ない。オシャ出ますよ。来た来た、飛んできた、来た。ちょっと待ってください、映してやる。やばー。ああああすごいぞ、これかっこよくなってるよ。窓開けてたの、お前。車にだいぶ入ってます。窓開けてた。はい、ワイルドで行きます。ワイルド半沢直樹だな。お前の勇気尊敬するよ。
後ろから見ると綺麗だぞ。おお。どうすか、ちょっと見てください。待ってください、こっち見て。まずとりあえず感想。楽しかったよ。楽しかったんだ。楽しかったよ。あんな水たまり突っ込むとは思わなかった。あれ見ちゃう。ひどいありさまだよ。見ちゃった。車検出したばっかだよ。それは大丈夫で関係ないよ。ナイスバイト。多少ベコンとか言ったけど、まあでもどこもへこんでないだろ。ちょっとぐるっと見てみよう。まず一緒に回って。はい。ヒットはしてないな。ちょっと下足周りとかその辺が大丈夫ですか。うん、これがひどい。そうよ。あ、でも意外と、うん、全然。だからこのぐらいの感じだと、いけるわけよ。うん。でも松井でもナイスファイトでした。はい、最後ちょっと車の前で。車の前で。もっと寄って、はい。肘かける？汚れちゃう。はい、お疲れ様でした。トレーニング出したばっかだぞ、これ。ワイシャツ、スーツ。ありがとう。見事、倍返しされました。危ない。すごい。もうノーマルのタイヤですよこれ。うわー、やばい。ベコンっていった。タイヤの空気圧大丈夫かな。曲がるんですね。砂ぼこりが、危ねえ。怖い。オフロードって聞いたんですけどね、全然これで軽いのかっていう。水溜りがなんでこんなできてるのかな。危ない。
走れてはいますね。すごい音がしてる。うわ、こんな水たまりできるもんなんですね。あ、虫入った、虫入った。やだやだ、大丈夫これ、帰れるかな。いや怖い。うわ危ない、くー、やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ。何これ、虫がこっちか、どこまで行くんだこれは。うわ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 、あれですね、松井は普段メガネなんでね、かけないとそんな見えてるわけじゃないんで、ちょっと怖いですね。うん、うわ段差が、よくある程度走ったよこんなとこ。ねえ。